ハセボーさん対戦お願いします。スネークいいね。さあまず開幕はほとんどちょっと猛進からのそのコース、一番得意いいね、あのパラシュートみたいな各駅だけぶっ壊してバーストするやつ、一番気持ちいいやつあれ。はい、そしてクエノからジャクサ連発で DA 決まって、これはそのコース、一番得意なんだ。ヒロさん対戦お願いします。クラウド来ました。さあここ開幕ちょっと模型決まっていって、あーあー、これ回避の確率 98%。 何が起こった今、王冠戻り王冠が当たってそのクッション、まあ今狙ったんだけどね。あれブーメランスネーク、俺はひたすらブーメランスネークの派生です。そういう子言ってる間に背負っていく。まずこの直下型のクッション強すぎ。はい、サンドバッグ消した神間、あか、カマミだった。さあここもちょっとつ猛進決まって、バチコリバチコリメテオワンキル。はい、これもう最速でいっちゃおう、サンドバッグしちゃおう、これ滝壺で。クラウド挑戦状か、最近嫌いだな、クラウドの挑戦状。勝った、はい、挑戦状、戦場専用続次コンボ決まっていく。もうこれ勝ち確確定です。あれ開幕決まったらもう勝ち確確定が確定したようなもんなんで、あーよかった。ちょっと俺クラウドのね挑戦状最近非常に苦手だったんですけど、まあもうこれ勝ち確確定が確定したようなもんなんで、そのコース一番得意なんだ。はい、これ決めるよ、ワンターンからのソロ、早くしろ早くしろ早く反らせろ俺に。あーもうこれ崖を出す、そのコース一番得意な特攻対 B、 お星様の引き立て役 B じゃねえのかよ。お星様の引き立て役 B です、すべてがあの子のおかげなわけない。破滅へのロンドン、はい、ぶち壊していく、俺の最強必殺技。今日なんかメテオの俺の必殺技が火を吹くな。これはもうサクッとショットやろっか。やめろやめろ、それ運べな、お前タイムロスしたじゃねえか今ので、痛い。はい、クエヌから DA からの希望のスタスマホープ、やばい、片翼だ。いつかさん対戦お願いします。あ、そういえば いつか忘れたけど、俺この間データスマホのデータホルダー見てたら、なんか昔ベロンベロンに酔っ払って、なんか女の子と添い寝してるところを友達に写真に撮られたね、写真が見つかって、うわ懐かしい、この時めっちゃ酔っ払ったなと思って、その写真をね X とインスタグラムにフォローしてくれた時で投稿したところ、だからその投稿がめちゃくちゃ70万いいね、25万リプコメントくらい来て、リプターコメント内容もエクサシーさんこんなに酔っ払ってるの初めて見たとか、エクサシーさんと添い寝してる女の子は誰ですか、彼女さんですかとか、私もエクサシーさんと酔っ払って一緒に、あそこ飛んだらワンカさんの対戦お願いします。なんか今日めっちゃ調子いいんだけど、なんか昔の俺が無双してた頃のなんかスマブラが今日できてる感じがする。必殺技もめっちゃ決まるし、まあ、こういう日にもう勝ちまくって戦闘力爆上げしといてね、来るべくイップスの時に備えておきたい。どうせまた戦闘力爆下がりする日が来るから。あいえくそ俺当たれ、はい、適当に空を振ってるだけに見せかけてちゃんとデータスマブラをしている。まあ皆さんにはあれは適当に空を振ってるだけに見えたでしょ。ちょ、これもう煉獄で殺してえな、来い煉獄、え空気読めて、そのコース一番得意なんだ。なんか最近ガオガエも多い気がするんだよな。あーこれちょっとつ猛進は決まらない。はい、この隙にちょっとつ猛進をかましていく。でこれこの横芝が当たる確率 82.5%、 そしてこの横強で復帰、そして死ぬ確率が 80%、 まだ生きてるのか。じゃあこの横強で死ぬ確率が
75.752%、 これがデータスマブラ。さああと2ストックどんどん背負っていきたいね。今日はなんかめっちゃ時短できる日だから、こういう日はとことん時短していこう。これ高校のそのウェビーの復帰に俺の空港がバチコリ合う確率 97.18908075372157%。 いいね、キングルはこうやってぶっ壊して勝つんだよ。分かったか、どんどんやっちゃうよ。もっとぶち壊させてくれよ。これ横島が当たる確率は 22.175278%。 こう借ります。はい、ちょっと下り始めてる。あ、見えた、月の糸、イボの糸。うわー、メンメン怖えな。これね、メンメンはちょっとつも押しに行かない。最初なんか攻撃してくるから絶対に。あー、嫌な感じ。ラーメン食べてえな、二郎系食いて。ラーメン豚山食いたくなってきた、こいつのせいで。やばい。はい、分かってるんですよねそれ。おいしいこれ。あ、そうだ、ラーメン食べたい。レンジでチンするご飯と明太。いやでもこれ麺麺はちょっと危険だから調子に乗らない。ここで慎重に行く。いやこれゼロ番だけはされたくない。はい、これ食う前から DA。 いや連撃加えたかったな。こいつなんか回避上がり多いぞ。いやもうこれ、もうこいつの未来見えた。あとはちょっと一旦蓄積させるだけダメージを。まあ俺の動画ね結構見てくれてる人だったらこの対面面で今俺が何になってるか分かると思うんだけど、分かる人多いと思うんだけど、まだだ、まだパーセントが足りない。ちなみに分かる人は今のうちにコメント欄に書いておいてくれ、俺が何を狙ってるか。もうちょいだな。うわ、いやでも大丈夫、こいつは最後俺の横スマに当たって死ぬ。その確率はぶっちゃけ 89.7521%。 まだだなこれは。 100% くらいは貯めたいんだよな、その前に詰まされないように。行くぞ、この横スマが当たる確率89.1572%。 え、高い。はい、ということで、まあ、今回こんなとこですかね。ちょっと最近イップス気味でね、戦闘力も落としまくってたんだけど、割とね今日いい感じの手応えでイップス脱却できたなって思うので、まあ近日中、ここ 2,3 日中にねまた戦闘力宇宙最強に返り咲いておきたいと思いますので、まだねチャンネル登録と高評価しないよって方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あとコメントとね概要欄からセ X とインスタグラムのフォローもいきますんで、よろしくお願いします。そしてまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ああ、エクスタシー。